今年も始まりました。年末恒例特別クイズ番組、この部誰の部気になる部の時間です。ルールは簡単。こちらの全国より集められたへっこき自慢の皆さんに、はじめに一人一回ずつおならをしてもらいます。その後、ズンダモンさんが目玉を外した状態で、誰か一人にだけもう一度おならをしてもらいます。ズンダモンさんには音と匂いだけでそれが誰の放ったおならなのか当ててもらいます。ズンダモンさん、意気込みはいかがですか？絶対に当ててみせるのだ。気合十分ですね。それでは早速始めたいと思います。ヘッコキストの皆さん、順番に一回ずつおならをお願いいたします。アーシから行くよ。次は私ですわ。この音をしっかり覚えてね。おならはハートだよ。最後は僕だよ。はい、皆さんとっても臭くて個性的なヘばかりでしたね。それではこの中の一人にだけもう一度ヘをこいてもらいます。ズンダモンさん、準備はよろしいですか？どんとこいなのだ。それではチャレンジスタートです。3、2、1。さあ、今ヘをこいたのは一体誰でしょう？わかったのだ。この音と匂いはもち粉なのだ。判定は、うっ、残念でした。今のはソラさんのおならです。しまったのだ。もう失礼しちゃうわ。ズンダモンくん最低。罰ゲームとしてズンダモンさんの目玉は目玉焼きにしておきます。テレビの前の皆さんは当てられましたか？それではお別れのお時間です。皆さん良いお年を。さようなら。さようなら。